もどうもどうもどうも、本当にね、もう、いや本当にはいいね、ちょっと金貸してくれんか。出る捜査そんなみっともないこと言うな。ちょっと貸してよ。貸してと同じ収入なんで君が金いんねん。いやちょっといるね、5万円で貸してんの。5万円も、うん、何すんねん。貯金すんねんやなんちゅうこと言うねん。貯金するために人に金借りるんか、ね、いやいや実はこの東京コートや。あれ新しいやっちゃうなよ。ほな今までのあのエラー遅れる時計どないしたんやん。エラー遅れる時計だな。遅れる言うてたやん。いや1分60秒遅れるだけやん。止まってんやん。止まってんねん。それやったらええやないか。これしかし止まってるってない。いつもこの男ね、あのちょっとこんなこれぐらいの時計、ごっつい時計ですて、首からぶら下げてね、これ目覚まし時計、こんなぶら下げて。でこれでチーンポーンってね、音変えな音を変えな。2時の時報を知らせる。時報はええわいな。これちょっとでもいやこれええやろ。これ男もにしたらちっちゃいな。ちょっと男もにしたらね、女もにしたらちょっと大きいしな、まあ、そうやね。男もんと女のもん中間やな。まあ中間やね、これね。お釜か、これお釜の時計とあんのかちゃうか。ほら、この何かい、両親は内股で回ってんのか。知るかい、どんなもん知るかい。あわなこと言いなさい。いや、それもよう似合うな、おい。僕は大体ね、うん、腕時計の似合う腕やねってよう言われね。どんな腕、腕時計似合う腕ってあんの。あれまんがな。僕の場合どうや、おい。君は腕時計似合わんね。似合うかな。手錠が似合うね。どうしたの、安しと同じように言うの。怖いわ毛あるわ君は。いやお友達だからええがな。まあまあ ね、 ね、まあまあ、言うてしまったしょうがない。そうやね、何の話やねん。いやほんま時計っちゅうのはね、これこれ外国製で。ほんまかおい。ああちょっとおらんで君。そうか。そら芸能人で外国製の時計持ってるのあんまりおらんで。そうやろか。僕の知ってるだけです。そやな、井上陽水な、内藤康子、健直子、横山康史ぐらいね。まあ警察に関わりならもうばっかりやねん。立派なもん君も知ってる。立派、そんなことは言いなさんな。言いなさんなよ。すごいなこの時計。これあんた、うん、ええもんですせ。はあ、これね、すごいなこれ外国製。ほ、ほんまか。ほんまや、買い取れやろ。あ、英語やな。メイドインニュージャパン。ニュージャパン、プロかそれ。いや、何、ジャパン連盟共和国の製品ですよ。あほ、ジャパンいったら日本や、日本。え、ジャパン日本かい。当たり前やないか。騙されてこうだな。いや、こうだ。あのガキ、ほんまに外国製言うから、あんまに。待て、誰からこうだよ。アメリカ人から。何アメリカ人、あいつそんないっぺん蹴り上げたのかな。待て、外国製油からこうだったよ。アメリカ人から見たら日本は外国や、ほんで外国製やな。あ、そうかいな。騙されてんねん。笑ってられへん。そらってられへん。それすごいな、なんぼしたよ。これ20万20万円ごっついな、20万円。20万円。いや、うわすごいな。びっくりしたな。びっくりしたな。いやいや、君付き合わんでもええ。君はびっくりせんでもええがな。いや、君が、僕がびっくりしてんねや。僕がびっくりした。そうそう、だから君が言うたからな。君が言うた分僕がびっくりしてんねん。いや、これ君ちゃうで。あほや、これ君やないか。俺はこれ僕やで。あほや、これねえ、僕やね、これね。ほら、ちょっと正面向いて、これ君やな。これ君、全部君や。え、これ君、君やないか。ほら、僕どこ行ったよ。探すな。僕がここにおるから。僕気持ち悪い。僕やらへんだよ。ちょっと身内でブサイクなって。ほっとけや。君言う、今言うたこと忘れたんか。おい、今というと、今君が言うたん、ここで今、今ってこの、この、この今。そうそうそう、この今、ここ、この今君が言うたんや。人の今を取れないよ。いや、取り替えるな。これ君が言うた、人の今を取れないって言ったよ。取り替える、踏むな、今を踏むな、おいな。今言うたがな、君が。今何を。今やで、つまり僕の言うてる今っていうのはな、ああ今は山中、今は浜の今やで。僕の言うてる今は、今は鉄橋渡るぞの今やで。同じ意味やないか。そやけど、思う間もなくトンネルの闇を越えて広野原へで。何の話や、見とてる場合ちゃうわな。え、つまり今、君の言うてる今っていうのは現在の今やろ。そうや。僕の言うてる今っていうのはな、うん、過ぎ去った今や。過ぎ去ったら今とちゃうわな、昔やがな。昔か。な、昔やったら昔言うてくれた話は分かりやすいんだから。あ、そうか。ほんで君、僕、何言うて、今言うて、昔って言うたらいいねん。あ、僕の言うてる今は昔か。そうやないか。ほな言い直すわ、うん、君昔20万円する言うたやろ。昔のこと言いないねん。どうっていちいち逆らうな、ほんま。ねえ、いや、笑うてる場合ちゃうわな。いい時やな、いい時やな。時間でも分かるんか。何これ時間分かるか。お前時間の分からん時あるか。あ、それ素人や君。何や。時計っていうのは時刻は分かるけど時間分からへんねん。え、ちょっとわからんやろ。わからん、なんで。つまりな、時刻っていうのはな、は、今何時何分です、ポーンポーン、これが時刻。ほう、時間っていうのは字の通り時の間とか言うやろ。ほう、だから今から次の今までの間を言うわけや。え、だから今があってその次の今へ移るまでの間、この間な、これが時間、字の間。え、いいやね、よう聞けよ。つまりこう今がここにあるやろ、これは昔の今や。ほんで今の今や。ほんで未来の今や。
それ過去現在未来のこの今と今の間の今が前、お前分かるか言うてる本人は分からない、俺が分かるはずないな。まあ今ということは、うん、過去と未来の割れ目かい。割れ目、え、分かれ目、分かれ目、そう、そういうこと。つまり、うん、毛の生え際みたいなもんやな。毛の、いや、そりゃそうですよ。どの毛、皆さん頭ご覧ください、うん、ね、カメラさんアップでね、あ、アップでいく。つまりここ毛あるでしょ。あるな。これ毛があるから分かれ目があるから顔と頭と分けられるわけですよ。つまり、あ、これが過去か。え、これが過去か。いや、これは今現在の私の顔だもん。その格好悪いで、なんやねん、その話とちゃいまんがな。どない、つまりこの生え際ね、生え際、うん、これがあるから君生え際はっきりせんな。どういう意味や、ギザギザやな。これは藤井みたいでええねん。ええほえまんな。これはね、だから頭と顔の分かれ目や。なるほど、ここのとこやね、境目やね。境目、境目、分かれ目か、これ。そうや。ほな、横山ノックさんはどこや、分かれ目は。え、横山ノックさん、あの人は分かれ目ないねん。なしか。あの人はこれ後ろも全部顔、上ずっと顔。そう、ほう。さあタコ見てみ、うん、毛生えてんやろ。そうやな、あれ全部顔か。だから頭ないわけ。頭ないの。だからアホ。怒られるで、横山の君か、タコに。君のは失礼やな、この。あ、つまりこの分かれ目な。分かれ目ね。そうそう、だからもうどこ行ってもやっぱり今は今やねん。ああ、なるほどね。だから日本にこれ今やろ、今ね、外国行っても今は今や。ああ、これは変わりない、ナウね。ほなら現在この午後3時だったらどこ行っても午後3時かい。あ、それはまたじゃない。それは場所によってこの時差があるやろ。あの時差ボケって言うやろ。それはよう分かる。分かるやろ。だいたいね、若い時はそんなことないけど、やっぱ時差になったらボケるもんね、やっぱり、うん、それはじいさんやろ。え、そのボケ方ちゃうがん。どのじいさん。時差の時差ね、時差があるから、うん、ところによって時間が違う時差や。ほなばさんはやる。ばさんや。ばさんはちょっと忘れて、はあ、時差だけの話。時差のね、時差、時の差やな、うん、時の差。分かったか。はあ、時の差、時のさ、あ、時には勝負のように、あれ、それは歌や、それは歌や。朝よか、勝負になったらいかん、ね、時差によってそれだけ違うわけ。なるほどね。もうちょっと分かりやすいようか。もうネタ変えようや。いや、ええー、もうちょっと遊んでんの。遊びに来な。さあ、からこう地球がこうあるやろ、はあ、地球っていうのは東向いてこう回ってんねん、これな、はあ、これをあの天文学的に言うとこうやねん、こう回ってるな。難しい話やな。で、これつまりどう言ったらいいかな。自転してんねやろ、うん、知っとんねん。知っとんねやないか。ここで自転、そう、自転してるわけ、こうな、地球が回るわけ。そう、これで回ってんねん。何に乗って。自転車で。いらんこと言うか。笑わんと。お付き合いでよろしいようで。お前、お客さん以上に笑うな。お客さんの代わり笑ってんねん。こう自転しながら太陽の周りをこうな、ずっと回って、これ、なるとやろ、こう回って、これは公転してんねやろ。あ、知っとんねん。君言えよ。つまりこの地球が自転で、ほんでこの太陽が公転なんですね。ほな、あの天気の日は公転なんですね。雨を降ったら自転という。やっぱり君やめとけ。君に任せてられんわ。太陽がむちゃくちゃになるわ。太陽はじっとしてんねん、はあはあ、な、太陽の周りを描く星が惑星。惑星、太陽系。あ、ほな、おならこえた時に言うやつやな、惑星。あ、ちゃちゃ。それはちゃうねん。あれもちゃうの。ほんで回ってくるやろ、はあはあ、ほな日本は自転行してる、はあ、まあちょうどここへ来るわね、はあ、そしたらお日さんが一番上になるやろ、はあ、な、真上にあったらこれは昼の12時や。なるほど。それからこう1時間経ったら時差があるわね、うん、この1時間の時差、ここにちょうどこれ台湾が来るわけ。ほう、1時間後に。ほら、つまりこの日本のオイルの12時にポーンと飛び上がって、うん、1時間後に降りてきたらそこ台湾か。そうやな。そうか。だから僕この間大阪駅前でポンポン飛んどって気ぃついたらな、広島駅前に来とったね。嘘つけや。時差やね。嘘もここまで行ったらおもろいな。おもろいやね。そやから日本がある、これ12時、うん、ほな1時間前にガム島に12時が来てるわけや。あ、ガム島に。ガム島がお昼、1時間経って日本がお昼、そして1時間経ったら台湾がお昼や。ほら、うまいこと言ったら1日中昼飯食えるな。まあそういうことやけどね、お腹壊したらいかんから、それは食べたらいい。ああ、なるほどね。ね、ほんで4時間後にはインドが来る。あ、インドがね。インドが4時間時差がある、はあ、ほんで8時間時差があるのはヨーロッパ。なるほど。こういうのにずっと時差が大きくなる。ほな、時差の一番大きいとこどこや。そうやね、日本のちょうど裏側にあるブラジルやね。ブラジル。そうそう。ほな、日本がお昼の12時やったら、うん、ブラジルでは夜中の12時。そういうことやね。ほな、あのブラジルでは今現在やね、うん、新婚家庭がで、お前ぼちぼち寝ようかね、あの、ダメ、うん、いいじゃないか、一回だけやろうじゃないか。いや、あのな、私一回じゃ物足りないの、二回も三回も。何を言ってんだよ。いや、ダメ、いや、触って、いや、はぁ、うん、やってられんな、漫才師。
煽らせてやってられんですよ。心配せんでもいい、そんなん日がまんでもな。その代わりブラジルが昼の時、日本は真夜中やない。あ、なるほど。逆にな、このブラジルはね、昼でやで、うん、このピチピチとした体の女の子がですね、うんうん、灼熱の太陽に浴びてるわ。浴びてる。この日本では夜中にはね、うん、嫁はんがやね、不細工な顔して嫁はんが、うん、ね、もうよだれたらして激しい噛んでね、うん、自分のおっぱいで枕して寝てるわね。それみんなはな、みんならんな、君かわいそうやな。どっちに頼んだ君やね、人のことほっとけや。ここのよ、まあ、おっぱいこんなんだよ。ほっとけってな、ヘチマしてましたろ。あると一緒、ブラン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 してまんねん。ほんまに自分のおっぱいでケツまずきまんねん。言うな。おっぱいブランブランするからね、いつもおっぱいをね、靴下で止めてまんねん。止めるか、おっぱい靴下止めてどうする。なんで止めてんの。輪ゴムでや。輪ゴムでいらんこと言うな。でここの嫁は道歩くときね、おっぱい握ってね、うん、レレン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 レン。そんなにあるか。でハイトン乗ったらおっぱいでピシャピシャ叩きます。ええかげんせえよ、ほんま。いや、ほんま僕が辛抱してんだから言うな。なあ。せやからな、結局な、資産の話分かったやろ、大体。大体分かったね。ほんでずっとブラジルからまたずっと回ってきて、24時間経ったら日本にお昼が来るわけや。なるほどね。な、こういう理屈やな。ほら、ね、ま、この前の昼も今日の昼と一緒かいな。いや、そうや、そのために日付変更線があるがな。日付変更線どこにあるの。知らんか。知らん。あの飛行機乗ったら見えるやろ。どんな。海の中で両方からおっさんが引っ張ってる紐や。嘘つけや。この間まで引っ張っとったや。あ、ほらこと言いなさん。いや、ほんま、それが日付変更線。その変更線をやね、な、東から西へ越えると1日経って日付が変わるわけ。ほんならやね、うん、飛行機に乗ってて、うん、ほんでお腹の赤ちゃんが生まれるわね。赤ちゃんが中で、うん、ね、飛行機で。その飛行機が逆に西から東へ行った場合は、この赤ちゃんは、うん、生後1日前の赤ちゃんかい。生後1日前。1日前ちゃうか。いや、それは国際法で許されへん。許されへんの。そうやん。そういう時はどないすんの。それも簡単やがな。どないすんの。また母親のお腹へ戻すわ。なあ、合わない。